さん、こんにちは。こんにちは。お産の時期近づいてきましたね。はい、今何週でしたっけ？今はもう35週になりました。そうなんですね。どうですか？胎動がすごい力強くなってきたので、なんかもう出産近づいてきたなっていう感じです。そうですね。すごく赤ちゃんも元気そうですよね。はい。なんか不安なこととかあります？なんかいよいよ出産ってなったらどういった時に病院に行ったらいいのかなっていうのがちょっと分からなくて。そうですよね。一応ね、病院に来てもらいたいタイミングっていうのが一応3つあります。はい、まずは、陣痛が来た時、で1つは、もう1つは破水した時、であと1つは、出血の時です。まず陣痛の時は、初産婦さんだと、大体陣痛の始まりっていうのが、10分間隔の痛みを伴う陣痛が来た時に、陣痛の始まりを取るんですけど、初産婦さんの場合は10分間隔になっても1、2時間お家で過ごしてると、なんだかいつの間にかまた遠のいちゃったりすることもあるので、まずなんかお腹今日は痛いなって感じることがあったらお家で普通に過ごしてください。それで途中でお腹の痛みが強くなったりとか陣痛の間隔が短くなってくるようだったらすぐに病院に行ってください。わかりました。なんかバンコク混んでるのですごい気になりますけど。そうですよね。道路事情が読みにくいので、渋滞とかが気になる地域にお住まいの場合は、もう痛いなと感じたらすぐに病院に行かれる方がいいかと思います。わかりました。あとは、軽産婦さんの場合ですね。軽産婦さんの場合は、15分とか20分間隔陣痛が空いても、痛みを伴ういつもと違うなっていう張りが続くようであれば、早めに病院に行った方がいいかと思います。わかりました。で、次に、破水ですね。破水も、ドバッと明らかにお水が流れる感じが、ある場合もありますので、外出の際には、ナプキンを持参して、出かける方がいいかなと思います。ただちょっと分かりにくいのが、尿漏れみたいな感じでちょろちょろ流れるような破水っていうのもあるので、その時は、分からないなという時にはもうすぐに病院に行ってください。なんか破水したら赤ちゃんも苦しくなるって聞いたことがあるんですけど、破水して、すごく時間が経ってしまうと感染とかのリスクは上がりますので、どうかなと思われる時には早めに、病院に行きましょう。わかりました。で、破水したかなっていう時には、お家でウォシュレットを使ったりとか、シャワーを浴びたりっていうのはせずにそのまま病院に来てください。で、最後に、出血ですね。お産の時期が近づいてくると、お印が、あったりすると思うんですけど、ある人もない人もいるので、必ずお印があってから陣痛が来るというわけではないんですけど、お産の時期が近づくと少しパッドにつくようなショーツがつくような赤い出血が出ることがあるんですけど、それがあってもその後赤ちゃんの動きも問題なくって、陣痛痛みのあるお腹の張りもないのであればお家で普通に過ごしておいてください。出血が、生理の多い日みたいな、出血だったり、サラサラしたような流れる出血とか、あとは塊がボコッと出るような出血になると、怖い出血の場合もありますので、すぐに病院に行ってください。わかりました。あとは、赤ちゃんの元気さ、今すごく元気に、動いているとおっしゃってたんですけど、今日は動きが少ないなとか、日に日に赤ちゃんの動きがないような気がするっていうことがあれば、その時もすぐに病院に行ってください。ありがとうございます。はい、胎神会高槻病院の助産師谷口です。タイでの出産育児で、不安もたくさんあるかと思いますが、このビデオを参考にしていただければ幸いかと思います。同じく愛人会高槻病院助産師の柿谷です。
コミュニティベート病院では日本人のお母さんたちもたくさん出産されています、スタッフの皆さんも日本人の患者さんには慣れていますので安心して出産できると思います。頑張ってください。